今より時を遡ること400と数十年、折しも日本は群雄が割拠する戦国の時代、あまたの戦国武将たちが天下に覇を唱えるべく激しい戦いを繰り広げていた。応仁の乱を契機として始まった下克上の世は、人と人、馬と馬、刃と刃を交え合う戦こそがこの時代の常であった。がしかし、西暦1543年、薩摩の離島種子島に一隻の異人船が漂着したことにより、戦はその形を劇的に変化させる。鉄砲兵、鉄砲とともに異国よりもたらされたその人型兵器は、身長8メートル強、蒸気機関によって駆動し、強力な火器を装備する。その圧倒的なパワーは、鉄砲兵一機で騎馬武者300機にも匹敵した。また異人が乗ってきた船は、飛空船といい、天かける船として鉄砲兵とともに急速に全国へと広まっていった。その結果、時代の変化についていけなかった国々が淘汰され、時流に乗った列強のもとに吸収されていくのである。西暦1556年、この時点において生き残りを果たした戦国大名は、織田信長、武田信玄、上杉謙信、毛利元就、斎藤道三、長宗我部元親、島津隆久、今川義元の8家となる。その中でも尾張の国を拠点とする織田家は、当主信長の天才的才智により、着実に勢力を広げつつあった。ところが、この年の4月、同盟国である美濃の国の当主斎藤道三が実子義達により謀殺されると、織田家を取り巻く状況に変化が現れ始めた。織田家の本拠地である名古屋城に道三謀殺の知らせが入った時、毛利元就を名手とした6戦国大名による反織田連合が結成され、第一軍となった今川義元は、三河方面において織田配下柴田勝家軍に猛攻撃を加えていた。圧倒的物量戦術の前に柴田軍は壊滅。さらに西方及び北方からの同盟軍侵攻の方に、もはや織田家は滅亡の危機を回避できぬ状態に陥っていた。だが、織田家にはまだ隠された戦力が温存されていたのだ。白眼人軍、駿府地方の山中に住み、鉄砲兵の改良型である電人を駆使し、敵陣の攪乱等にあたる秘蔵の忍者軍団である。そして今、この危機的状況を打開すべく、白眼人軍に出動の命が下った。
聞こえるか、柴田勝家じゃ。頼むぞ、何としても今川の陣を撹乱してくれ。Oh.
から美濃の国だ。するのか。おくつろぎのところ申し訳ございません。しもべ毛利元就より気球の要件があるとの通信が入っております。分かった、すぐに参る。通信球の準備をいたす。かしこまりました。アスタロス様、しもべ毛利にございます。気球の事態が起こりましたゆえご指示を仰ぎたく存じます。うん、して、いかなることが起こったのじゃ。は、恐れながらご報告申し上げます。先立てらより展開しておりました織田包囲網が織田の飼い犬であります白羅人軍の手の者により次々と突破されております。これまでのところ三軍団を失いました。白羅人軍、確かあの一族は根こそぎ葬り去ったはずではなかったのか。それがアレスタとかオス伝人が生き残っておりまして、いずれの軍団も全てそやつの手にかかって破れております。それほどの使い手か、アレスタとやらは。分かった、直ちに新型の鉄鋼兵をそちらに使わす。追って沙汰を待てい。はあ、信長め、この地上界までも破滅に導こうというのか。
なぜだ、なぜこの俺がカゲロウごときに遅れを取る。俺は奴より劣るというのか。いや、そんなことがあるはずはない。アレスタだ。俺はカゲロウに敗れたのではない、アレスタに負けたのだ。強力な伝人さえあれば、俺が奴ごときに負けるはずはない。この機体なら勝てる。見るがいい、カゲロウ。この俺の羅刹となったこの姿を。あそか。確か同盟軍の巨大プラントが存在したが任務。アレスタ、許さない。アレスタ、必ずお前を探し出す。そして切る。
悪くなりそうだ。と仰ぐ織田信長こそ世界を破滅へと導く狂気の魔人が転生した姿。比叡山での奴の所業を見よ。あれがまともな人間のやることか。目を覚ませ。地上の世界を救うことができるのはもはやお前しかいないのだ。信長を撃て。どうやらこの城はもう持たぬようだ。早く脱出するがよ。信長を撃て。全世界を我が手中にできた者を是非もなしよのう。信長。